こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき誠にありがとうございます。今日は17回目の1000本ノックになります。それではまず20秒のシンキングタイムをどうぞ。 それでは17回目の千本ノックを見ていきます。今日はスイートマージュラム繊維の原料植物についてですね。65本目、地中海沿岸原産である。これは丸です。66本目、シソカである。これも丸ですね。67本目、学名はオリガヌムマヨラナである。 これも丸になります。68本目、木星化である。木星化の原料植物から取られる精油はジャスミンですね。スイートマージュラムは66本目であったように、シソ科の原料植物から取られます。ですから今日は65番、66番、67番が丸。68番だけペケになります。 それでは17回目のアロマテラピー専門ノックはこれで終了になります。私のブログへの読者登録とこの YouTube 動画へのチャンネル登録を合わせてしていただけますとあなたの勉強の効率がさらに高まりますのでぜひよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。